例のマップからやっていくぜ。このゴブリン戦闘不可避だな。まあ仕方ない部分ではあるんだけれども、でまたこいつらか。まあ普通に技使って、あ、技っていうか武器攻撃でやっていいかもしんないな。今チラッと魔法のレベル上げしようと思ってエアスラッシュとかにしてるけど、時間かかるから、まあ、物理攻撃でガンガン攻めていった方がいい。で一旦村戻って、隕石のかけら手に入れたからさ、前回で、その隕石のかけらで武器の方かな、クリス・ナーガっていう名前だったと思うんだけど、それの開発を今してて、まああとアイテム欄がパンパンになってたから、そこら辺の整理もして、んでこっちに戻ってきてる状態。ここあれだね、魔王殿って長いからさ、マップ、うん、マップじゃない、ワープが2箇所あるんだな。魔王殿の上から階段下ったところまでのワープと、この魔王殿の本体っていうのかな、魔王殿の、まあ、本格的に魔界観になってる場所あると思うんだけど、そこのマナストーンみたいな形したやつ、あれもワープゾーンになってて、そのマナストーンみたいなワープゾーンに入ってから真ん中の扉の方に行けばここに来れるよっちゅうことだったんだろうな。はいはいはい、来たね。ボスの直線だったんだな。戦えばよかったかもしんない。ちょっと待って、俺セーブしたっけ。今セーブしてないかもしんないから、一旦セーブ、一旦セーブして、もうこのメンバーで今の装備品で行くしかない。なんていう名前だったか、アラケスだっけ、アラケスっていう名前だったような気がするんだ。行こう。来やがったぜ。血を流せ。おお、あー、人型のやつなんだ。めちゃくちゃのしのし歩いてきたけど、こいつのお名前がアラケスね。いや、俺なんつんだろうな、こういうのを想像してなかったわ。もっと化け物みてえなやつかなと思ったけど、いや十分化け物なんだけどさ、こんな見た目なんだ。まあ剣術使うノエルみたいな感じかな、ロマサガ2でいうところので、強さがもう分かんないから、まあ一旦目はあれだな、そのまま可能な限り強い攻撃仕掛けることにして、でおじさんやって、超次元ペルソナで他の四魔貴族よりも強いのかね、まあ、他の四魔貴族ってもうあの魚のバンガハダのところにいたやつしかいないんだけど、おブラックジャック、そんな強くないか。あの魚のやつが半巨人の四魔貴族が一番強いのかね。あーで、やっぱりあれだな、何ターン、2ターン、うん、まああれだな、1回のターンで何回か行動はしてくるね。うわー、毎ターン回復するのかこいつ。いやらしいな、エロいな。でこのターンはもうエレンずっと回復、いや、なんならもうあれだな、エレンの生命の杖をポールに装備させて、ポールに回復用にさせてもよかったかもしれんな。移動ブレイクって特殊能力下げるみたいな技だったと思うんだけど、強いのか。まあとりあえずバフかけれるやつは一旦バフ入れて、いちいち敵もこのボストンの超次元ペルソナに付き合ってくれてるから優しいよね。ちょっと超次元ペルソナやるから前来てくれよみたいな感じでボストトークしてるのかもしんないけど、まあ、エレン一人が回復毎ターンさせてれば全滅するみたいな状態になんなければいいんだけど、テラーボイス混乱？うわー、マジかー、マジかー、これ身動き取れないやつか。いや、身動きは取れるけど混乱してるみたいな感じかな。ポール回復させて、いや変なことされたら困るな。
ムーンシャイン1回分しか使えないから、これをまあボストンにでも使っとくか。でいざとなったら、いやムーンシャインはあれだな、ベルセルクはもうかけないでおこう。でサザンクロスかけて、いやこういう時こそボストンがさ、余計な行動をさせないためにもいいね、足速いからいいよね。でステータス直して、あ死んだかなあいつ、あ大丈夫か、パワーヒールで治んないか、これ敵回復させるんじゃない、あー大丈夫か。これ混乱だよね、タチアナサザンクロス、いや一応敵にやってくれてるからまだいいんだけど、あーそこそこ強いダメージ与えてんな。えだってまだあれかけてないでしょ、バフをかけてないにもかかわらずこんだけやってくれてるっていうことは意外と強いのか。単純に立ち穴の証券がこいつのアラケスの弱点っていう可能性もあるよね。あーおじさんまあまあ痛いけど、おじさんリジェにかかってるから大丈夫、まあ、変な行動されたら困るやつから順番に回復させてった方がいい。あー2回連続はきついな、2回連続食らっても瀕死状態にならないってなかなか優秀だね。いやこれ立ち穴に回復ぶち込んでもいいかもしんねえな。あ回復じゃない、立ち穴にバイキレットぶち込んでもいいかもしんねえな。一旦より自分自身を回復させて、いやこれあれだな、ベルセルク立ち穴にかけてそっからやってもいいとは思う。まあ一旦状態異常回復させて、うん、これで元気だぞ。いやポールも弓のダメージで500以上ダメージ与えられてるってことは、回復敵の回復に対してこっちは十分攻撃与えられてるとは思うんだけどさ。ファングクラッシュ、あー今度ボストンが死にかけてるよ。で次のターンぐらいから、このターンからあれだな、いやー立ち穴は攻撃に回っていくと思う。立ち穴は攻撃に回ってボストンはセルフ回復入れて、うん、誰よりも足が速いからまず自分で回復入れられるでしょ。でさらにエレンが回復してくれるからまだいけるはず、まだ助かる。サザンクロス1800くらい入るんじゃないか今。ああえバフかけたのにこんなもん、バフかけてこんなもんか。あんまりあれかな、ベルセルクの影響受けないのかな。だからベルセルクやったにもかかわらずおじさんの攻撃力もちょっと下がってる気がするんだけど、でこのターンはまあ立ち穴回復させるか、立ち穴を回復させてあげて、もうボストンも攻撃に回っていいかな。いやボストンはこのターンも一応もう一回回復しとくか。あブラックジャック、どういう技なのか分かんないけど、まあ命大事にでいこうぜ、ガンガンいこうぜをやりつつ命大事にもやっていく、そういう欲張りセットでやってった方がいいね。でこれで全員死ににくい状態、死ににくい状態になってるから、で盾も炎獣の盾だっけ、 なんかあったような炎の盾装備してるから多少マシになってるはず。で自分回復して、ポールも回復手段がないからな、高級傷薬自分に使うか、自分に使ってサザンクロスで、ボストも持て余してるだろうからここら辺で一度攻撃をぶちかまして、
大回転。おお、めっちゃ強い技。まあまあ強いな。死んじまったよエレン。まあおじさんが一旦回復入れてやるか。大回転って何が回転してたのかよく分かんなかったけどな、今の画面に黄色いの、黄色い謎の棒みたいのが何個か映ってたけどよ。おお、勝ってた勝ってた。これで3人目撃破。残りはじゃああの半魚人のやつと、あと闇、闇ってもうあれなんじゃないの、四天王全員倒した後に行くべきキャラなんじゃないの。術の力 HP アップ、術の力アップ、325オーラの入手、サザンクロスの極意いいね。あーでもここで俺あれ見たっけ、うーんと合成術の秘伝書みたいのここで手に入れたっけ。俺2冊手に入れてたと思うんだけど、アラケスのアグナスだっけ、アグナスの秘術要塞と、あとヴァンガードのところで合成術の秘伝書見つけたと思うんだけど、俺このダンジョンで合成術の秘伝書見つけてないような気がするんだが、隠し部屋みたいのがどっかにあったのか、俺が気づかなかっただけで。入れる、そして入れたとして、まあ入れるっぽいけど敵が復活してんのかな。敵が復活してるんならちょっとめんどくさいけど、いなくない、あ敵いなくなってる。あーじゃあ合成術の書物が探そうと思えばいつでも探せる状態だよな。まあ いらないっちゃいらないんだけど、陣形が必要でしょ。パワーレイズとか他の何かしらの陣形が必要になってくるから、まあいいや、よっぽど強いやつだったら欲しいけど。んで街に戻ってきた。戦闘回数が今2回しか戦闘してないからあれだよな、武器の開発、あ ここじゃねえわ、武器の開発できてないよね。一応ノーラのとこに会いに行くけど、まだ開発中よみたいなこと言われると思う。でここ店員増えてんだよな、5人になってる。はい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 、あこういうのが売られてんのか。円柱の盾意外と安いな。あでも円柱の皮を持ってないと買うこともできないの。いやそんなバカな話があってたまるかっちゅう話なんだが。んで、あーそっか、武器は開発中だけど、あれ違う、ノーラも防具の人か。あクリス・ナーが開発中です。そっか、武器と防具同時に開発できるのか。わもったいないな。クリス・ナイフにしようか、隕石のキャラ持ってるから。はい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 、まあ、若干ムラが生じてしまうな。これで武器か防具どっちか開発してれば、開発中ですってなって開発できなかったような記憶が俺の中であったんだけど、それは間違いだったくさいな。でここにないもんね。いやリブロフの、もうせっかくだからさ、あの妖精のイベントっていうのを見てみたいから、一度リブロフに行こうと思うんだよな。まあ、メンバーが今フルメンバーで6人になっちゃってるけど、まあそのあれだよな、タチアナがパーティーにいるから、リブロフに入った瞬間タチアナがいなくなってくれるおかげで5人メンバーになるから、妖精イベントをやったとしても問題なくパーティー大丈夫なんじゃない。一旦セーブして、とりあえず宿で今ならもうヴァンガードのところにいたあいつも勝てるかもしれんよな。4魔貴族17パートぐらい前だろ、あいつと1回戦って負けたの。あーで間違えた、ここ俺ピトナーに来たよね今。でリブロフに入ることで
この街嫌いでうまいことやってあるのかな、なくなってる、いやなくなってないか、え、なくなってる、うわ最悪だ、え、リブロフと、いやこっち側に見せ物小屋みたいなのあったと思ったんだけどリブロフないか、あれ他に、他に見せ物小屋やってるとこってピドナとリブロフ以外であったか、いやランダムで出てくれるとかだったらいいんだけどさ、じゃあそういうわけでもないんだったら、へえ困ったもんだな。これでリブロフまた行って出来上がってたり、いやーないか、マジか、いや他の町に多分あるはずだから探そう。まあ、明け秘術要塞妖精の罠は関係ないから、もうちょっと都会みたいなところにあったような気がするんだよな。だから都会みたいなところ、ヤーマスは都会感ないから王様のいる地域に行けばいいんじゃないか。ユーステルムって、ああ、ここか、ここはないな。ツバイクにあるんじゃないか。ここ見せ物小屋どっかにできてないかな。いや初めて見せ物小屋を発見できたのってここの町ではないか。うーん、いやここ違うな。じゃあ、あー、ポトールにも見せ物小屋のような雰囲気はないだろうし、ミュルスにあったっけ。いやミュルスもこれなさそうな雰囲気だよな。あ、タチアナがいる。近寄ったらダメだ、あの不審者。え、他に栄えてたような場所なんてあったか。ロアーヌないよね。ロアーヌもないはずだ。で、こっちのマップも、まあ、その、見せ物小屋とかの話は一旦置いといてさ、ないよね。そもそもの道がないんだよ。マジか、妖精イベント、ファルスは？ファルスに、ファルスがどんな街だったか、軍事力が欲しいみたいなこと言ってた人だっけ？ここ何の街だ？いや、港あるだけか。もう何の街だったかの記憶も、スタンレーとの戦いうんぬん。あ、やってんじゃん。これそうだよね。はい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 、見つけた。まあ、10オーラムだったら今持ってるから大丈夫。で、ここの見せ物小屋で、その見せ物を見た後に、町に戻ってなんかしろっていうのがミッションらしいけど、まずはあれだな、見せ物小屋の見せ物を全部見るか。で、全部見て、全員に話しかけた。これで町の中の誰かに話しかけると、何かしらのイベントが起きるらしいんだけど、本当かな。まあ、隅々まで探索するぜ、今回は。兄が心配ってやつ、兄貴も妹が心配って言ってたもんな。なんか人口が少ないからさ、なんか兄弟とかもあれだよね、なんか全員人見知りみたいなさ。このロマサガ3の世界だけでも親戚があちこちにいそうだよね。もうこいつは濡れ手に合わしか言わないから関係ないとして、ロマサガ3の全登場人物が100人ぐらいしかいないから、もうそれ自体で小さな集落っていうかさ、
やーしまった、最悪だ。待って、これリセットした方がいいか。今こいつ仲間になっちまったせいでさ、うわー、6人こいつが仲間になってしまったせいで会話が進まなくなったとか。いや、濃厚なのは俺パブかなと思ってたんだよ。パブで何かしらの情報を得て、いや、ここの情報がさ、特別なことは何もないっすになってるでしょ。うわー、やっちまったかな。いや、やっちまってるかもしんない。いや、一旦あれだな、酒場です。それこそ誰か外せばいいんだよ。酒場で外してもあんまり影響なさそうな、まあ、詩人でいいか。詩人を一回メンバーから外して、あ、オッケーオッケー、今回やだって言わなかった。んで、これでもう今みたいな間違いが生じるわけがないから、もう一回見せ物小屋行って全部見て、そのやりゃいいんじゃないか。いや、15段もったいねえな、クソ立ち穴のせいで。マジクソだわ。もうどこにも寄り道することなく酒場に来たんだけど、いや、妖精が仲間にならない、なぜだっていう感じだよ、こっちにしてみれば。これで酒場で話したら、いや、これで情報もらえるとかじゃないのか。もう妖精イベントわかんねえな。妖精イベント見終わった後で村で何かすると何か起きるよみたいなこと言われたけど、宿屋に泊まるとかかな。宿屋泊まってみるか。これか。宿屋泊まるのが正解だったのか。これ6人だったらイベント起きなかったのかな。誰だ泣いてるのは。見せ物小屋で聞いた泣き声か。おうおうおう、助けに行くか。おうおうおう、助けよう、仕方ないさ、助けよう。おじさん、あ、フルメンバーでいるんだ。6人だったらダメだったんだろうな、多分。よくでも鳴き声宿屋に泊まってるにもかかわらず聞こえたな。うわー、これイーリスみたいなやつだ。おーおー、何も言わずに行っちまったな。これでさ、でも妖精を救助したから夜のままか。あー、朝になっちゃってる。これもう一回止まったらどうなんの。妖精の鳴き声がするなみたいな、なんないか。いや、なんなら他のテントにも何かしらグロいやつとか閉じ込められてたと思うんだけど、今俺真ん中のテントしか探さなかったけど、左と右のテント探してたらなんか起きてたのかな。はい、でこれで妖精を救助したことによって妖精の村にいるとかじゃないのかな。セリフ変わってたりしない。なんか緑色の服着てったよね。まあ俺の予想だとそいつは一番上の部屋にいると思うんだけど、どうやって行ったっけ。こっちから行ったんだっけ。いや、宝箱あるだけか。多分ここら辺にいるモブキャラは違うと思うんだけどさ。あっぶね、やめとく。毒盛られるとこだったぜ。ここの上の部屋。いや違う、ここはやっちゃった。道できるよね。ここにいる、いるよね。いたー、お前だろ。仲間になれ。この間は、俺も言わないで、ごめんなさい。流してくれてありがとう。おー。いや、仲間にしよう。
たー、妖精、妖精だー。あー、でもちょっと弱いな。若干あれだな、立ち穴と見た目被ってるんだよな。装備品とかは？あー、槍が強いんだ。で、こいつもまだ術覚えてないから、あれなんだろうな、魅力高いね。これボスの魅力4だぜ。この妖精の、まあ技覚えてないから、あ、技じゃない、術覚えてないから王冠ついてて、いや、どうしよう。能力的に、あ、召喚か。いや、でも槍がないんだよな。あー、でも弓もそこそこ強いのか。で、器用さ素早さ高いな。いや、こんだけ器用さと素早さ高いんだったら、ぶん殴りとかさせてもいいんじゃないの。フラワースカーフ、妖精専用の装備、アーメントゥームと長い弓持ってるけど、なんか、なんか装備させよう、とりあえず。なんか良さそうなの他にないかな。いや、白虎の鎧が一番強いわ。で、この他に、まあ、サイコメットと月の骨装備させてあげて、うん、これでまあ戦力になるわな。わー、新メンバーだ、妖精さんだ。もうこれでこの放浪娘いらなくなったから、いや、この立ち穴のイベントも立ち穴のイベントで俺気になるんだよね。未だに何やったらいいか分かんないからさ。これ妖精は妖精でその、名前みたいなのないのか。イーリスはイーリスで名前あったけど、こいつはそのまま妖精っていう名前なんだ。なんかあれだな。固有名詞みたいなさ、その、なんだろう。こいつにおじさんって名前つけてる感じで、こいつに妖精って名前つけてるような、そんな感じするよね。で、術とか技どうなの？あ、技一個も覚えてないの？まあ、総流派と、足払い覚えさせて、で、弓も、ショットウェーブと、デタラメヤと、瞬速の矢。まあ、この辺覚えさせてやって、まあ、フェロモンでも覚えさせとくか。いや、何が一番強いんだろうな。妖精。剣も意外と使えるし。いや、ぶん殴り鍛えた方がいいのか。これでも、術もね、術も覚えさせた方がいいような気もするけど、いや、でも今んとこまだ戦力外かな。立ち穴が立ち穴で、その立ち穴のイベント終わった後に、もう二度と仲間にならないとかだったら、妖精に、なんかしらの強いやつを覚えさせてもいいと思うんだけど、これ X ボタンで脱出できないもんな。ちょっとめんどくせえわ。いやー、でも妖精仲間にできてよかったわ。なんかもうそれだけで今回のパート、実りがあるっていうかさ、あれ X ボタンで脱出できなかったっけ？ああ、ここでようやくできんのか。なんかよくわかんねえ仕様だな。んーで、他、なんかやることあったかな？ああ、あと、妖精救出したことによって、イベントが進まなくなるみたいの、ああ、いや、見せ物小屋がもう出現しなくなるとかあんのかな？で、立ち穴一回離れさせて、もうちょっとなんか情報欲しいよね。まあ、今はもう、宿泊まってもなんも、妖精とボスとカップルみたいになってんじゃん。まあ呪文な。呪文も立ち穴に覚え、立ち穴じゃねえや、妖精に覚えさせたいっちゃ覚えさせたいんだけど、うん、でさっきの部屋がこれだよな。いや、どうする。他か。いや、いろいろ選択肢あるわな。まあ、主に2つぐらいしかないんだけど、
まあ、ラザイエフ家のここのイベントをやってないっていうのと、まあ分かんないからさ、どうしたらいいか。で、諸王の都へって進めてるけども、諸王の都の宝箱は全部回収してると思うんだけど、俺が単純にまだ回収し忘れてるやつもあんのかもしんないし。で、あと、その諸王の都の近くの新王の塔だっけ？1万オーラも払えみたいなこと言ってたやついたと思うんだけど、あそこもやってないでしょ。で、あとは、まあ、イベント？アビスゲートあと一つ、あの半魚人のところもそうだし、聖杯をレオニード城に取りに行く。このイベントもこなせてないんだよな、ヤミーが強すぎてさ。この新王京都の塔はもう、見てるぜ。こいつらもこいつらで、アクバー峠を越えるとナジュ砂漠。アクバー峠がどこだったかわかんないけど、ナジュ砂漠は普通に見つけたわ。アクバー峠ってそもそもフィールドマップ上にカーソル合わせてもアクバー峠って表示されてないよね。まあ、新王教団のイベントも気になるし、これあれなのかな、新王教徒のやつどうにかするためには、詩人がパーティーにいるっていうのが条件とかなのかな。まあよくわからんわ。このハマアルコの戦いって言ってるやつも、ハマアルコも湖がロマサガ3でも2個ぐらいあったと思うんだけど、どっちもカーソル合わせても何も反応が起きないから、謎だよな。今の段階でだってセリフ変わんないもんね。まあ、銀行にお金預けてるのはいいんだけど、タチアナな、タルトって名前にさっきなってたけどさ、何種類あるんだろうね。タルト、ババロア、シャーベット、キャンディ、まあ、他の甘いお菓子、甘いお菓子っていうか、まあ、デザート的なやつ、ケーキっていう名前とかもありそうだよね。あと、なんだろう、水飴とかさ。水飴はねえか。水飴とか、なんか、まんじゅうとか、なんか、和風の名前が。和風の名前とかねえのかな、タチアナ。キャンディーがあるんだから、水飴はねえか。スフレっていうのもあったよな。でも、俺、スフレが何なのか分かんないんだけどさ。いやーでも街の人たち話しかけてもどうにもならんから、あ、いやもうちょっともうわかんねえし、いっか次あれだな、まあ、またどっかで立ち穴回収して例の四天王のところ行くか、ヤミーのところ行くか、はたまた別のところ行くかみたいな感じになるかな。ってことで今回はこの辺で終えよう。いや、よかった、4魔規則1人倒せて。次回に続く。